皆さん、ごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1。複数の画像ファイルを OCR 変換してくれるフリーのウェブサービス、ないしフリーソフトを知りませんか ?2016 年3月5日。ということなんですが、一つずつ処理するのであれば、無料の OCR アプリは今やいくらでもあるんですね。iPhone 標準、写真アプリ、Google フォト、Google Keep、Google アプリ、一太郎パッド、などで OCR してテキスト化できる時代となりました。ありがたや、ありがたや。しかしながら、複数の画像を一発でテキスト化したいとなると、なかなか無料のアプリではないんですよね。有料ならば、いくらでもありますがね。ということで、無料で複数画像一発 OCR は無理かなと思ったら、ありました。あるんかい。早く言ってよ。なんと、ファインリーダーというアプリならば、複数画像を一発でテキスト化できました。しかも簡単で、早く、正確です。なお、マイクロソフトレンズは無料で使えますが、全くの期待外れアプリでした。全く役に立ちません。がっかりぽんや。しかしまあ、ファインリーダーさん、こんないいアプリがあったんだ。と喜んだのもつかの間。無料で使えるのは、1日1回だけだと、とでわかりました。まあしかし私の場合、1週間に1回使えばいい方なので、1日1回でも無料で使えれば、十分です。ということで、無料で使える一括 OCR アプリを発見しました。皆様も、ぜひ一度お試しくださいませませ。以上です。